最初バラバラだったものが一つ一つ組み上がって部品になっていって、その部品が最後に組み上がって一つの形になる。そういう流れがすごく好きだったりするんですよね。はい。はい、皆さんこんにちは、マースクです。前回の作業で、こちらですね、はい、GTR の本体の方の、シールの方一通り貼り終わりました。はい、ちょっとガンダムマーカーでこちらのね、継ぎ目とかのところに若干少し墨入れの方をやらせていただきました。はい、なので、こちらですね、ボディにシールを貼ろう、こちらの作業工程の方が終わりましたので、次の方ですね、はい、こちらになります。はい、これですね、はい、こちらのネジパーツのこちら7番かな、はい、こちらの方ですね、いわゆる GPR のこちらのライトの中の部分ですね、と、こちらクリアパーツのこれですね、はい、車体の、ガラフロントガラスのところですね、こちらの方を取り付けていく、工程の方を始めていきたいと思います。はい、で、こちらなんですけれども、この通り、パーツがランナーにくっついてますので、こちらの方をこの、100均の、ニッパーの方でやっていきたいと思います。ね、まずはこちらの、反射しているんですけど、7番こちらを切っていきます。で、ジップロックのコツとして、こうやって平たいところをこうやって斜めに当てて、こんな感じですね。はい、そしてここにあるようにこうですね、ここの、ちょっと見づらいんですけど、小さな出っ張りがあって、ここのボディの裏側にここ引っかかり口があるので、こうやってはめて、こんな感じですね。なんかそれっぽくなってきましたよね。はい、そしてこちら、はい、車体のガラスのパーツですね。こちらの方をこうして、そしてこの中のランナーパーツもこうやって動かします。本当はですね、こういうバリがあると引っかかる可能性があるので、もっとヤスリをかけたいんですけど、今回パチンコということで、はい。そして、説明書の方を見るとですね、ガラスパーツのところに、シールを貼ってからこれをはめてくれっていうふうに書いてありますね。はい、なので、またちょっと今回はじゃあのシール貼りの作業の方になります。
ね。ですけど鳴らしていきましょうか。はい、こんな感じですね。はい、でこちらの方をですね、こうやって同じくここの2つとこの2つの合いを合わせてあげればですね、こんな感じに若干あれですね、まあでも概ねこんな感じになりますね。はい、愛が良くないかな、また接着したいところですけど、はい、こんな感じでちょっとあれなんですね、クリアランスが良くないかな、まあ大体同じこんな感じで、はい、パーツがはまりましたので、はい、今回は、これまでにしていきたいと思います。今回の動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。プラモデルは自由だ。ではまた別の動画で、アディオス。